金子ゆかりは日本の政治家、長野県諏訪市長、元長野県議会議員、学位は公共経営修士、長野県諏訪市出身、諏訪市立城南小学校、諏訪市立城諏訪中学校、長野県諏訪双葉高等学校卒業。1981年3月、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。同年、 株式会社ハットリ成功に就職。1994年、母が重病の宣告を受け、看病のため退職式教。父である、金子松寿、県議会議員の秘書を務める。1999年4月、長野県議会議員選挙に出馬し初当選。2003年の県議選は落選。2005年3月、早稲田大学大熊記念大学院公教。 経営研究科専門職学位、家庭公共経営学専攻修了、公共経営修士の学位を取得する。2007年の県議選で返り咲く。2011年で通算3期目の当選。2015年1月18日、諏訪市長選挙への出馬を正式表明。4月、県議を辞職。4月19日公示。 4月26日投票の諏訪市長選挙に無所属で出馬。無投票で初当選。これにより長野県内初めての女性市長が誕生した。5月1日市長就任。2019年無投票により再選。ありがとうございます。